はい、どうも皆さんこんにちは。ピオチキチャンネル、ペナシナピオタです。さあ今回もじゃないですね、今回は新しい実況を始めていきます。ですね、前回レミリアキャッチャーをやっていって、今回はレミリアと3つの塔です。同じ作者さんなのでレミリアさんの柄は変わりません。まあ嬉しい限りです。これはタイトルの通り、塔が1つ目2つ目3つ目という感じで、3つ塔があります。その中でどんどんとステージをクリアするっていう感じの、まあ単純明快なやつです。ちょっとまだ僕も初見なので操作方法がわからないのですが、10ステージあるので3ステージずつやれるといいなと思っております。どういうことでしょう。なるほど、長押して登れるわけですか。敵に当たらないようにどんどん登ってけという、そういうことですね。わかりました。うわ、何これ、普通に妖精さん分身してますっていうね。で、ゴールまでたどり着けば OK ってことですか。ステージクリア。まあこれは1回3ステージずついけますね、多分。ということで、今回もよろしくお願いいたします。まあ1ステージ目クリアした後に言うことじゃないですね。じゃあ2ステージ目いきましょう。当たりましたね。遅い。ほっほっ、上がって OK ですね。というかなんかあれですね、喋る内容がない。実況向きじゃないゲーム選んじゃったかな。最初の方はただ単に飛べば OK ですかね。あれ、キャラの配置変わる？いや、変わってないですか。当たった。なるほど、ノリで行きたいですね。ノリで。あ、変わってますね、キャラの配置。これは変わってます。さっき2回目のところには42回には弾幕が貼ってあったはずなんですけど、貼ってなかったんで変わってますね、配置が。ほっと上の状況まで見ないといけないので結構大変ですね。ほっ、そして今上がれないっていう。ほっ、こうだ。 OK ですね、よかったよかった。無事にステージを3つクリアしたので今回はここまでといたしましょう。ご視聴ありがとうございました。次回また明日投稿していくのでご視聴よろしくお願いします。ではじゃあね。